どうも皆さんこんにちは。私プラモもフィギュアも大好きおじさんことモルモットと申します。本日私が制作していくのはこちら、マックスファクトリー製プラマックス、牧波マリイラストリアスです。マリに関してはもう説明不要とは思いますが、エヴァンゲリオン新劇場版ハより登場するキャラクターの一人です。今回のこちらのキット、プラモデルでありながらヒカドーモデルというフィギュアに近い立ち位置のキットになります。ランナーは9枚で、それぞれがとても小さくてガンプラの HG サイズよりも物量は少ないと思います。それでは早速制作の方に移っていきましょう。まずはパーツの切り出しです。パーツの量がそんなに多くないので、全部パーツから切り出す全切りカットを行ってから製作を行っていきます。その際、今回は2度切りを行っていくので、かなりゲートを残してから切るようにしています。パーツの切り出しが終わりました。すべてのパーツを合わせてもこれだけの量しかないので、組む際に分からなくなるということはなさそうです。ただこんな感じでかなり小さいパーツもあるので、なくさないように注意してください。ではここからはアルティメットニッパーを使って残ったゲートを処理していきます。全切りしながら感じたことなんですが、ややプラスチックが少し硬いイメージを受けました。一度切りでも問題はないと思いますが、パーツの硬さからえぐれが発生してしまうことも考えられるので、ここは二度切りをした方が無難だと思います。アルティメットニッパーを使っても取り切れなかったゲート跡はデザインナイフを使って処理していきます。アンダーゲートのような構造はありませんが、合わせ目にゲートができがちで、このゲートが残っていると綺麗にパーツ同士が組み合わさらないようになっているので、この辺は丁寧に作業を行った方がいいと思います。すべてのパーツのゲート処理が終わったので組み立てを行っていきます。組み立てはパーツとパーツを組み合わせるプラスチックキットの定番であるスナップフィットが採用されています。これにより接着剤などを使わずとも組み立てをすることができます。一応パーツの合いもそれほどきつい部分がないので、ダボ穴を拡張して取り付けるといった余計な作業も発生しないのも非常にありがたいです。ただし、まあこれも後で話しましょう。パーツ量に反して少し時間がかかってしまいましたが、牧波マリイラストリアス完成です。いや、どうでしょう、これすごくないですか。仮組みで塗装も何もしてない状態で、ここまで色分けが完璧に再現されています。結構私他のキットで色分けに対してはぐちぐち言ってるタイプのおじさんなんですけど、というのも私は日頃からプラモデルの楽しさがもっと世の中に広まってほしいと思っています。それには今までプラモデルに興味がなかった方々に手に取ってもらうことが重要だと思っています。しかしそこで障害になるのが、塗装などの専門知識や工具を必要とする敷居の高さ、プラモデルってなんだか難しそうっていうイメージもこれに拍車をかけているような気がします。またパッケージでは組み立てるだけで臨場感のある仕上がりと歌いながらも、実際に組み上げてみると全然色が足りずにがっかりしたという声も聞いたことがあります。なのでこれからプラモデル業界が伸びていく上で、色分けというウェイトはかなり大きいんじゃないかなと思っています。新規勢が入ってこないコンテンツは衰退していきますからね。それを踏まえてのこのキット、もはや最高じゃないですか。パッと見た感じ、足りない色とくれば髪留めの色や、あとはプラグスーツ腕の下の部分のホワイトのライン、プラグスーツの拳のあたりに来るプラグの挿入口ですかね、こちらの方の色が足りないぐらいです。これはもう完璧と言っていいんじゃないでしょうか。瞳は最初からスタンプ印刷がされており、難しいアイペイントや位置ずれが気になるデカールなども必要ありません。また肌色のパーツは最初からザラついた加工をさせることで艶消し風の仕上がりになっていますので、まさに組むだけでこの仕上がりが可能になります。全体的な大きさは
バンダイのフィギュアライズスタンダードのステッタマーキュリーと比べるとこんな感じになります。またバンダイ製のフィギュアライズラボ式並みアスカラングレーと比べるとこれぐらいの大きさの差になります。気になる点は合わせ目です。全体的にプラグスーツのデザインなどに落とし込むようにしてうまく消すことができているんですが、どうしても一部だけ目立つところがあったりします。その原因はスナップフィットの環合の良さ、悪く言えば保持力のなさにあります。保持力が低いとどうしてもパーツが浮いてくるため、パーツ同士が密着せずより合わせ目が目立つ結果となっています。あとはとりあえずこのキットパーツがポロポロ落ちます。組み立て中に接着剤なしでも一応組めるとは言いましたが、取説にも記載がある通りきっちり仕上げる場合接着剤が必要となってきます。普段からプラモデルを作る方であればこの辺は何の問題もないとは思うんですが、初めてこのプラモデルから始めるといった方には少し障害になるのではないかなと思います。はい、というわけで今回はマックスファクトリー製プラマックス巻波イラストリアスを制作していきました。いや、これは本当にめちゃくちゃいいキットで感動しました。このプラマックスシリーズ、今後のラインナップとして式並みアスカラングレーも控えておりますので、そちらの方も注目していきたいです。私はこの後このマリを使って全塗装で仕上げていきますので、そちらの方も完成次第動画にしようと思います。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の動画が面白いと思われた方、今後の作品が気になった方はぜひいいねとチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。またメンバーシップや旧 Twitter、X にて最新情報やお得な情報も発信していますので、そちらの方も登録いただけるととても嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。お相手はモルモットでした。またね。